2003年7月、極真会館は新極真会と名称を刷新した。最強の武道空手を追求し続けたい、未来に向けて進化したい、そんな緑賢治の思いが空手界に新たな風を吹かせようとしている。そして今、視力達成シリーズ最終章、新極真会第1幕が開けようとしている。優勝候補筆頭、鈴木邦弘。身体能力が年々増す鈴木は、現在日本選手団の中で最も安定した強さを誇っている。第34回全日本を制し、三平慶次以来の全日本3連覇という偉業を果たした鈴木の目標は、世界の頂点に立つことだ。しかし、この男との戦いに勝ってこそその目標は達成される。空手界の革命児、塚本範親。若干21歳で世界を制し、その後も33連勝など数々の伝説を生み出してきた。第34回全日本で2年ぶりの復活を果たした塚本は、決勝で鈴木に敗れはしたものの、今まさにスピードもテクニックも頂点にある。垂直胴回し、回転蹴りを武器に王座返り咲きを狙う。この2人の決勝戦直接対決はあるのか。今まさにその答えが解かれようとしている。千日をもって初心とし、万日をもって極みとす。心を極め、心を極め、新しい歴史を刻もうとしている勇者たちに、新極真会代表緑賢治と熱い友情と魂で結ばれている長渕剛が、新極真会の歌を捧げる。苦しみつらく男の意地を、視力を尽くし今ほどという空手の道に命をかけて、心身で惑わらないよ。夢に熱き刺す一撃して己を抱いて足を入れ、心境心新曲心、新曲心の風が吹く。新曲心、新曲心、新曲心の風が吹く。新曲心かい、どこだ。2003年10月、第8回オープントーナメント全世界空手道選手権大会、世界63カ国128名がエントリー。海外選手112名、日本選手16名による無差別フルコンタクトトーナメントが2日間にわたって行われる。ただ一人にしか許されない世界チャンピオンの称号を目指し、強靭な肉体と不屈の精神を兼ね備えた猛者たちが全世界から集結。4年に一度の真の世界チャンピオンになるために、彼らは過酷な戦いに挑んでいく。世界の頂点に立つためには計7度の戦いを制さなければならない。しかもこの場に集まってきたのは幾度の激戦を制した勇者たち、世界の強者ばかり。重量級の第一人者、静かなるファイター、大阪雄一郎。3度目の世界大会出場となる彼は、2年前に組手改造を決意、着実に成果を上げ、今その集大成を迎えようとしている。
決して引くことを知らない塚越隆之、無冠の大器と呼ばれ続けてきたが、第20回ウェイト制で大阪を倒し初の栄冠を得た。初出場となる世界大会、台風の目と目されている。ベテラン新保聡、大舞台にも動じない強靭な精神を持つ彼は、老下な技で3度目の世界大会に挑む。中量級世界チャンピオンの称号を持つ石原忠、肉体改造に成功し、得意技回し蹴りで頂点を狙う。外国選手からは第2回ワールドカップ重量級チャンピオン、今大会の優勝最有力候補デニス・グリゴリエフ、ボクシングとレスリングを修行していた圧倒的な圧力とパンチ力で、ロシア大会では全く他を寄せ付けなかった。最高の仕上がりで今大会に臨む。今大会最大の未知の怪物、身長196センチ、ドナタス・インブラス。2003年ヨーロッパ大会で彗星のように現れ、重量級優勝を勝ち取り、空手界を震撼させた。アンディ・フグの再来と称されているバレリー・ディミトロフ、小翼大を制し、重量級ながら2002年ヨーロッパ大会無差別を制した彼は、海外勢で最も成長著しい選手である。第7回世界大会準優勝の実力者、ムザファー・バカック。鶴瓶打ちのように繰り出される突きとラッシュを武器に、再度頂点を狙う。新極真新世代からは3名が参戦。まず軽量級のホープ小宮山大輔、若干19歳でありながら第20回ウェイト制優勝、今回世界デビューを果たす。華麗に繰り出す多彩な蹴り技を得意とする渡辺大志、彼の夢は緑健二のような世界チャンピオンになることだ。第20回ウェイト制中量級チャンピオン森健太、彼の信条であるネバーギブアップ精神で世界に挑む。ハンガリーのウィリー・ウィリアムス、ダニエル・トロク、ヨーロッパ大会でドナタスに決勝で敗れはしたものの、日本選手団にとっては大きな脅威である。ウクライナ重量級チャンピオンオレクシー・カサトノフ、極寒の地で培われた強靭な肉体から繰り出される技で快進撃を狙う。なにわの風雲児坂本慎二、第2回ワールドカップの屈辱をバネに、宿敵デニス・グリゴリエフへのリベンジを誓う。ここ数年安定した実力を示している酒井勇樹、得意の下段回し蹴りで旋風を起こす。ウェイト制中量級2連覇の戦歴を持つ佐藤義隆、接近戦を武器に今回復活を誓う。ストイックな戦いで多くの人の心をつかむ小泉秀明、上位進出を狙う。速射砲のように繰り出す月の連打が得意技の竹澤剛、得意の強い突きを武器に真っ向勝負に挑む前川健二、ロシアンキラーと呼ばれている野本直弘、近年成長が著しいロシア勢を得意とする。この強豪たちを前に、空手母国日本の威信をかけて世界王座を守りきることができるのだろうか。そして出場選手128名の頂点に立つ真の世界チャンピオンは誰の手に。
試合では反則箇所を除く部分への蹴り、突き、肘打ち、膝蹴りなどが有効とされる。これらの攻撃を加え、相手が3秒以上ダウンしたとき、または3秒以上戦意を損失したときは一本勝ちとなる。3秒以内に立ち上がった場合は技ありとなり、技あり2回で一本勝ちとなる。反則を犯した場合は注意1が与えられる。また悪質な反則とみなされた場合や相手のダメージが大きい場合は減点1となる。注意2で減点1、減点2で失格となる。試合の決着がつかない場合は延長戦、再延長戦、体重判定、シワリ判定と進み、最大で4度の戦いが行われることとなる。世界大会一番手に登場は優勝候補ロシア代表デニス・グリゴリエフ。木を見て放った上段膝蹴りがヒットし一本勝ち。2回戦も元ヨーロッパチャンピオンを下し3回戦進出。日本選手の一番手は坂本慎治。1回戦は硬かった坂本だが、下段回しで技ありを取る。次の相手はデニスだ。重量級の優大阪が登場。ドイツのリターを相手に余力を残し圧勝。2回戦もスペインのモラスを寄せつけず一本勝ち。ベスト32に勝ち上がる。ダニエル・トロクはクロアチア代表ニコラ相手に強烈な攻撃で合わせ1本を取り勝ち上がる。酒井は長身ポトマ相手に手こずるが、徹底した内股蹴りを浴びせ勝ち進む。 A ブロック最後はニーホが登場。1回戦は延長にもつれたが、2回戦は突きと下段蹴りで圧勝。B ブロック一番手はバレリー。一方的に攻めまくり圧勝。2回戦も大技を繰り出し寄せつけず完勝。勝ち上がる。1回戦僅差で勝ち上がった佐藤。2回戦は最終延長までもつれる。ハンガリー代表ジョセフの手数が勝り、日本人選手最初の敗退になってしまった。ベテラン小泉も得意の粘り強さで勝ち上がる。竹澤は得意の突きの連打でイスカンダーから一本勝ち。2回戦も無難にまとめ勝ち上がる。
B ブロック最後は塚本が登場。いきなり胴回し回転蹴りを見せる。ルーカスが後ろ蹴りに来るところを前蹴りで合わせて技あり。塚本は自分の間合いを確保しながら組み手を展開する。上段膝蹴りがディミトロの顎を捉えて一本勝ち。3回戦へと勝ち進む。C ブロック最初に登場はリトアニア代表ドナタス。100キロを超える大型選手同士の対戦。ドナタスの強烈な突きにセルゲイは何もできず防戦状態。最後は下突きが決まる。ドナタスも無難に勝ち上がる。前川が下段で前へ前へと出て延長で決着。前川も勝ち上がる。塚越が下段で攻勢に出てジェロエンを寄せつけず勝負を決める。延長に入ったこの一戦、渡辺は右下段回しを有効に使い圧勝。C ブロック最後は石原が登場。後ろ回し蹴りがロックのボディに決まり一本勝ち。2回戦もうまくまとめて3回戦進出を決める。D ブロック最初に登場は前回準優勝のバカック。絶妙なタイミングで上段膝蹴りをエドワードのこめかみにヒットさせ技あり、勝ち上がる。第20回ウェイト制中量級優勝の森。ハンガリー代表ラズロは森のスピードについていけない。森も勝ち上がる。徹底して下段回しでトリフを攻める野本。3回戦へ進出。1回戦圧勝で勝ち上がった小宮山。2回戦は延長戦に突入。ヨーロッパチャンピオンポポフの下段回しが決まる。小宮山の世界挑戦はここで終わりを告げる。日本人2人目の敗退。オレクシーは左右の突きと下段回しで攻めまくり、3回戦進出を決める。D ブロック最後に登場は鈴木邦弘。相手はチェコ代表ジャン・ジェリネク。
ショートレンジの突きで攻めて圧勝。2回戦はアルゼンチンのホルヘ・ポルティロ。逃げ腰になっているホルヘに対し、鈴木は落ち着いて攻め、右下段一発で勝負を決め、3回戦へと駒を進める。日本選手16名中14名がベスト32に進出を決める。無難な出だしとなった。第8回世界チャンピオンという大きな栄光が待っています。この場に立つ選手全員にそのチャンスがあります。死力達成、死力を尽くして諦めずに頑張れば必ず夢は叶います。どうかその手で勝ち取ってください。おっす、おっす。大会2日目、最初の試合、デニスと坂本。第2回ワールドカップ以来の因縁の対決は再延長までもつれた。本戦延長とほぼ互角だったが、最後はデニスの手数が勝り、坂本はリベンジを果たせなかった。死力を尽くして戦い抜いた坂本、泣き崩れる。そこに大阪が現れる。坂本の思いを胸に大阪は試合に臨む。相手は1、2回戦一本勝ちで勝ち上がったリトアニア代表アートラス。背筋が寒くなるような見事な上段回し蹴りが決まる。これ以上負けられない。今まで敗れ去った日本人選手の思いを背に、
大阪の気合は絶頂に達した。酒井とダニエル・トロクが登場。ダニエル・トロクのパワフルな攻撃に酒井は防戦一方に陥ってしまった。日本ベテラン・ニーホとヤコブセンの試合は再延長に突入。ヤコブセンが蹴り技で猛襲をかけ勝負に決着をつける。ニーホまでもが3回戦で散った。B ブロック最初の試合はバレリーと佐藤を破ったジョセフが登場。バレリーの右中段突きが決まり一本勝ち。ベテラン小泉も延長戦へと突入。ロシア代表マキシンが終了30秒からラッシュを敢行。さすがの小泉も応戦しきれず敗退。ここまで日本勢3連敗を喫す。日本人選手残りはあと10名。初日絶好調で勝ち上がった竹澤、リトアニア代表ダリウスにも猛烈にラッシュをかけ本戦で決着をつける。塚本の3回戦は意外な展開になった。不戦勝で勝ち上がった南アフリカ代表ソリーとの試合は再延長までもつれた。三本塚本の勝利。体重判定は免れた。Cブロック最初の試合は身長差23センチの戦いとなった。長身ドナタスに対し前側は徹底して間合い潰しをする。ゼッケン72番前川健二選手92キロであります。従いまして、この試合は体重
今大会最大の未知の怪物ドナタスは3回戦で姿を消した。逃げながら攻撃してくるルーマニアのセバスチャンを塚越はなかなか捕まえきれず延長戦へと突入。しかし塚越が押し切って4回戦進出を決める。3回戦渡辺の相手はハンガリー代表ゾルド。ゾルドの激しい突きと膝蹴りが渡辺を捉え、動きが鈍くなってしまった。渡辺敗れる。ゾージャラベ、次世代を担う中量級のホープ渡辺敗退。世界の壁は厚かった。3回戦石原の相手はスペイン代表カルペーナ。再延長までもつれる。カルペーナは信じがたいほど打たれ強さと粘りを見せた。92番フランシスコ・ホセ・カルペーナ選手 84.7キロ、ゼッケン96番石原忠選手 93.5 キロでございます。その差は10キロの差はありませんので、規定によりまして仕割りによる判定を行います。ゼッケン92番フランシスコ・ホセ・カルペーナ選手17枚、ゼッケン96番石原忠選手16枚であります。シワリ判定1枚の差が勝負を分けた。シワリ判定により92番フランシスコ・ホセ・カルペーナ選手の勝ちといたします。残酷だが板1枚の差が世界の壁だろうか。ここまで8名の日本人選手が散った。最初の試合、バカックと森の対決は激しい打ち合いになり、決着つかず互角、再延長までもつれた。得意のラッシュを敢行したバカックが勝利。森のネバーギブアップ精神も3回戦で尽きた。優勝候補バカックと対等に渡り合い敗れた森だが、次世代の日本中量級界に希望を与えた一戦だった。3回戦野本の試合は本戦 2-0 で延長に突入。
野本右下段を主体に攻め込み勝利、4回戦進出を決める。オレクシーとポポフの試合は再延長へ。オレクシーは圧力でポポフを押し切り、僅差の勝利。3回戦最後は鈴木とロシアの強豪ローマン・ネステレンコが登場。この試合も延長までもつれる。鈴木は得意の左中段の攻撃を見せて優位に展開し勝利、4回戦へと進む。ここまでで日本人選手7名が4回戦進出を決める。4回戦最初の試合はデニスと大阪。延長戦になる。ここまで絶好調の大阪は坂本のリベンジを果たすためにデニスに立ち向かう。大阪の途切れない積極果敢な攻撃、デニスに反撃する余地を与えなかった。優勝最有力候補デニス・グリゴリエフ、4回戦敗退。酒井を破ったダニエル・トロックの相手は2位を下したヤコブセン。パワフルな突きと下段回しで圧倒。ダニエル準々決勝へと駒を進める。バレリー4回戦の相手は堅実に攻めるタイプのマキシム。
バレリー中段回しと鋭い突きでマキシムを押し切る。3回戦辛くも勝利した塚本の4回戦の相手は絶好調の竹澤。初めての日本人同士の対決となった。竹澤に自分の間合いで戦い抜き、竹澤に反撃の余地を与えずに勝利、準々決勝進出を決める。4回戦塚越の相手はリトアニアの怪人ドナタスを下した前川。延長戦となる。ここまで塚越は前川に対し3戦3勝。攻め続け、4度目の対決も塚越が圧力を武器に前川に勝利。シワリ判定で石原を下したカルペーナの相手は渡辺大使を破って勝ち上がったゾルド。カルペーナ、渾身のラッシュを敢行して勝負に決着をつける。野本とバカックの試合は再延長までもつれる。76.3 キロ。
ゼッケン111番野本直弘選手 88.3 キロであります。従いまして、計算尽くした組手でバカックが野本を巧みにかわして体重判定までもつれ込んで勝利。本戦では断然野本が有利だったが、バカックの試合運びのうまさに敗れた。4回戦最後の試合は鈴木とウクライナ代表オレクシー。常に先手先手と攻めた鈴木が完勝、準々決勝進出を決める。ここまで日本人選手4名が残る。高く高く土を蹴る。
若き獅子よ牙を剥きちぎれぬ絆で友を呼べ水平線から日が昇る幾多の痛みを解き放って海に向かって息吹を吐けば強き心に夢宿る新曲新新曲新新曲新の風が吹く新曲新新曲新新曲新の風が吹く新曲新新曲新新曲新の風が吹く準々決勝最初の試合は優勝候補デニスを下し絶好調の大阪とハンガリー代表21歳のダニエル・トロクとの対決延長戦になる。でボディを効かせ大阪がダニエルに攻め勝った。大阪3度目の出場で初の準決勝進出を決める。準々決勝2試合目に塚本が登場。相手はここまで危なげない試合運びで勝ち上がってきたバレリー。I'm sorry.
バレリー突き刺すような鋭利な突きで塚本から合わせ一本。第8回世界大会最大の番狂わせが起きた。極真空手の革命児塚本敗れる。準々決勝の相手はここまで驚異的な精神力を見せつけ勝ち上がってきたわずか170センチのスペイン人選手カルペーナ。健闘したカルペーナだったが塚越の圧倒的な圧力の前に敗退。塚越初出場で準決勝進出。カルペーナ自らの戦いに満足し世界大会を終える。準々決勝最後は鈴木とバカックの対決。
打ち合いの場に誘い出し、中段突きを効かせて鈴木が勝利、準決勝進出を決める。準決勝最初に登場は、ここまで気合十分の大阪。相手は一撃必殺の申し子、天才塚本を一本勝ちで下したバレリー。
大阪、組手を優位にする中、バレリー自ら膝を痛めて無念の自滅。ただいまの試合設定に大阪雄一郎選手。第8回世界大会最初の決勝進出は静かなるファイター、大阪雄一郎。I start kicking Johnny Mawashi and the knee gets circled. I didn't receive any kick from my opponent. What is he for me? Yeah. He's an inspiration because he became a world champion very, very young. And each time he changed his style, he used more effective techniques. So I think that deep in people's hearts,Tsukamoto is still the world champion, and most of people continue to learn from him. Number 79 from Japan. 準決勝最後の試合、鈴木と塚越の試合はまさに第33回全日本と全く同じ組み合わせになった。
人呼んで極真空手の修行僧鈴木邦弘、念願の決勝進出を決める。ちょっと一人させてもらっていいですか。すいません。バレリー・ディミトロフ、膝の負傷で塚越の不戦勝ち。塚越隆行、世界第3位になる。結果については、まあ、初の出場で、まあ、3位っていうのは、まあ、やっぱすごく嬉しいんですけど、全日本でも邦弘先輩と当たってて、やっぱりその最終延長、あ、最終じゃないや、再延長まで行って、その時もやっぱ負けてしまったので、まあ、その辺の邦弘先輩のその根性っていうか、そういう面をやっぱ学ばないと、まあ、これ以上伸びがないのかなと、まあ、自分なりにそう思ったんですけど。ここまで気合十分の大阪、6戦中3戦が一本勝ち。迷いは全く感じさせない。鈴木も順当に勝ち上がってきた。しかし塚越戦で消費したスタミナがどこまで持つかが鍵となる。ゼッケン16番第14回16回18回全日本ウェイト制重量級チャンピオン大阪雄一郎。
本戦序盤から中盤にかけては大阪の技のヒット数が上回っていたが、中盤を過ぎたあたりで鈴木が左右の内股蹴りを交えて攻勢に出る。延長に入ると攻撃力の差が明らかになる。そして旗4本が鈴木に上がり、第8回世界チャンピオン鈴木邦弘、頂点に立った。自体やめるわけじゃないですから、今までも今回だから決勝まで来れたのはそういう決意があったからだと思うんで、最後の舞台に立ったことがすごい、まあ新曲心からの中でも最高の舞台に立ったことでいい幕引きになったんじゃないかなと思います。ついにやりました、世界一です。なんか夢のようですね。まだなんか実感ないですけど、本当にどうもありました。試合中とは対照的な笑顔が弾けてますよ。いやもうきつかった。本当に応援してくれた京都市民さん、ありがとうございました。鈴木選手にとってどんな7試合でした？とりあえず1試合1試合絶対負けないと思って挑みました。ものすごい練習を積んできましたよね。まあ、それもすべて安倍会長のランニングマシーンをいただきまして、あとサンプレーの宮田会長のご指導のおかげだと思っております。そして日本のもう一人の優塚本選手が敗れたときに何か言葉を受けていましたよね。とりあえず彼の分まで最後まで戦い残ろうと決心しました。まあ、体の続く限り選手で頑張りたいと思います。おっす。優勝された鈴木選手はじめ56カ国から来ていただいた選手の皆さんに心から感謝を申し上げ、そして何よりも驚いたのは大勢のサポーターの皆様方がこの会場に駆けつけ、7月から新しくなった新極真を応援していただいたことです。どうぞこれからも新極真会は極真空手の技ばかりではなく、これを通じて多くの子どもたち、日本外国問わず多くの子どもたちの青少年の育成に全力を尽くしていく所存でありますので、今後とも温かいご指導そしてお支えを心からお願いし、大会会長を仰せつかりました私からのご挨拶といたします。 Everyone at the nextWorld Tournament Chip. Thank you very much. 今回新曲新会になっていろいろといろんなことが起きました。しかし私たちはこの世界大会を成功することが何よりも次のこの新曲新会の風を吹かせることだと信じて、この世界大会に努力、精進してきました。4月11日に私たち日本は新極真会に刷新いたしましたが、多くの海外の支部長の皆さんが私たちを信じてくれて、そして選手も誰一人なくこの組織から抜けることなくこの東京体育館に集まってくださいました。そして審判そして選手も大会を盛り上げてくれて本当にありがとうございました。私たちは新曲新会の風を必ず吹かします。
そして世界の支部長、選手、一同、死ぬまで道を共に歩いていこうと思います。今後とも変わらぬご支援のほどどうかよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。大会において当初の成績を収めたのでここにご了承する。平成15年10月5日、全世界空手連盟新局新会館創始者小山正、大会会長小田聖子、大会実行長緑健一、大統領三平健一。世界王者流出の危機と噂された第8回世界大会だったが、終わってみれば鈴木が初の世界チャンピオンに輝き、日本勢が上位3位を独占し、空手母国の威信を保った。第8回世界大会の結果が示すように、日本人選手と海外勢の格差はなくなってきている。日本国歌演奏。世界最強の男の称号を得た鈴木邦弘。視力達成の瞬間である。新極真会は始まったばかり。もうすでに極真選手たちは明日に向かって動き始めている。そして次の戦いが、2005年6月大阪にて第3回空手ワールドカップ開催。前回ワールドカップで惨敗した日本人選手たち、ハンガリー大会の悪夢から目覚めよう。